4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはファーストボール、残り 200m、 先頭はファーストボール、残り 100m、 ファーストボール、先頭ヤマニン王座追いすがります。ファーストボール先頭だ、先頭はファーストボール、1着でゴールイン。ファーストボール1着、2着にはどうやらヤマニン王座、見事に勝ちました。ファーストボールヤマニン王座2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。東京競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、シャープカフェ前に行きそうです。これに続いてエンゼルボックス、ダンツシアトル、好位をキープ、並んで1番ハートアーチ、すぐ後ろにエリモピアリス、しんがりからパリスプライム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。4番エンゼルボックス、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、ハートアーチそれに続いています。この辺りで各馬大欅木の向こう側を通過、先頭は依然としてエンゼルボックス、シャープカフェほとんど差がありません。3番手にダンツシアトル、絶好の手応え。さあダンツシアトル前を捕まえられるかどうか。ここで先頭変わりました。先頭はダンツシアトル、ダンツシアトル先頭、2番手はエンゼルボックス、懸命に追いすがります。やはりダンツシアトル先頭だ、残り 200m、 ダンツシアトル先頭だ、後続を大きく引き離した。伸びてくる馬いるんでしょうか。2番手はパリスクライ、ダンツシアトル独走、ダンツシアトルぶっちぎりです。ダンツシアトル1着、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、ダンツシアトル。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のシュガートワイニング、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ腹を奪うのはどの馬でしょうか。ナルシスノワール、前に行きそうです。続いてマチカネウッドマン、その外から占領役者、内からは森のウィナー、その外からセイウンパレード、その外にレガシーフィールド、並んで11番ダンシングカラー、ウエスタンシャイン、この馬もこのグループ、すぐ隣にシュガートワイニング、その横に日本ピロブレイブ、トシグリーン、この馬もこのグループ、
すぐ後ろにディッジラガー、並んで1番丸松エース。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。この辺りで先頭が変わりました。大宅ヘリオス、ダンシングカラー、先頭に襲いかかってきました。ナルシスノワール3番手、さあ大宅ヘリオス、このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。大宅ヘリオス先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。あと 200m、 大宅ヘリオス先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はコロットサンダー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。大宅ヘリオス1着、2着はコロットサンダー。大宅ヘリオス春の安田記念、秋のマイルチャンピオンシップも制し、国内マイル戦線の頂点に立ちました。